戸村牛さんの一トムラウ山遭難事故は2009年7月16日、早朝から夕方にかけて、北海道大雪山系戸村牛山が悪天候に見舞われ、ツアーガイドを含む登山者8名が停滞温床で死亡した事故。夏山の山岳遭難事故としては、近年まれに見る数の死者を出した惨事となった。この事故は後に、 日本山岳ガイド協会による第三者で構成する特別委員会、戸村牛山遭難事故調査特別委員会が設置され、2009年8月25日から5日間にわたり、金田正樹医師をリーダーとする4名のチームが2班に分かれ、遭難事故グループの行動や事故の事実関係を調査し、有識者の意見とともに報告書にまとめられた。事故が発生した、 トムラウシ山道ツアーは、募集型企画旅行形態で国内外の登山ツアーや、エコツーリズムを取り扱う、旅行代理店にアミューズトラベル株式会社が主催した、企画旅行であった。旅程では、トムラウシ山や朝日岳などを2泊3日で重装する、予定であり、50から60代の客15人、女性10人と、ガイド校、オツ、兵の3人が参加していた。ガイドの内校、 兵の二人は、今回のコースは、初めてだったという。途中、7月16日朝、設計を過ぎた、猟船線久ご沼分岐まで、ネパール人のポーターが同行している。以下、記述中の日付時刻は全て日本標準時間である。朝日岳温泉を起点として、朝日岳ロープウェイを利用し、標高1600メートルの姿見駅から歩き始め、 白雲岳避難小屋と、久子沼避難小屋を利用しながら、大雪山系の主猟線を縦走し、戸村牛温泉へ下山する2泊3日の登山行動を予定していた。以下が、その登山ルートと距離である。高天の中別竹北川から望む北沼と、戸村牛山。沼の水が東側に溢れ出し、塗装が困難になった。戸村牛山の北沼、周辺で、 多数のツアー参加者が救出、収容された。大雪山からの登山道を南側から望む。主催者のアミューズトラベルは、当ツアーでの事故発生後も他のツアーについては、最高実施を継続したが、この事故から約3年4ヶ月後の2012年11月には、中華人民共和国北部の山間部にある万里の頂上に向かうツアーで3人の死者を出す。 遭難事故を起こし、2012年12月に旅行業の登録取り消し処分となった。2021年2月10日付で法人の生産を終了し、登記模閉鎖している。同ツアーに参加したガイドと登山客の性別、年齢、登山歴、救出状況及び生死は、過表となる。登山者の括弧内の記号は戸村牛山。 遭難事故調査報告書で用いられた記号である。途中から同行したポーター役のシェルパは、3日目の7月17日以降は、別のツアーの受け入れ準備のため、大型テントなどを持ち別行動をとった。登山道周辺には、避難小屋とキャンプステージがある。戸村うさんの最寄りの山小屋は、 無人の久子沼避難小屋で、南の戸村牛温泉には、国民宿舎東大雪気層がある。この遭難事故は、気象遭難に分類されるものであり、天候判断のミス及び撤退判断の遅れ、欠如などにより厳しい気象条件下にさらされる、状態に陥り、低体温症を引き起こしたことが、主な要因である。事故から7年前にも、 戸村牛山では同様の事故が発生している。この事故では遭難者の救助に携わった登山者や遺体を発見し通報したカメラマンなどにより遭難者や遺体を放置して登山を続行した登山者が少なからずいたことが判明し地元市で避難された。ありがとうございます。